こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ジャワラファイルの続きをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。前回ね、ここまで作りました。なんかちょっと動き気になるな。作りました。で、止めるのね、なんだっけ、マグネットタックピースか、名前を言い忘れてた。マグネットタックピースか玉紐どっちにしようかなって言ってたんですけど、まあ、こういう風になっちゃう場合は、マグネットタップ、マグネットタックピースがね、つかないんですよ。つかない。つかないっていうか、磁力が弱い。うん、なので、玉紐にしようと思います。そうするとね、こう紐でくるってかけれるんで、いいかなと思うんで、で、動画内でね、玉紐の作り方もしていきますので、お楽しみに。お楽しみにって言い方がいいから、はい。で、まあ、なんだっけ、ハトメを使うんですけど、まあ、ハトメパンチ、もしね、紙物趣味ですって、ね、言われる方は、まあ、ハトメパンチも、まあ、絶対持てとは言わないけど、持ってた方がいいんじゃないかなって私は思います。なんか、さっきから箱からボンボン出てくる。ハトメ、これね。これはね、コクヨさんの、結構ちゃんと、ハトメが止めれる。ハトメ。ハトメって、片面ハトメと両面ハトメがあって、片面ハトメとどんなハトメ止めでもできるんやけど、両面ハトメは両面ハトメ用のか、こういうちゃんとできて、これやったら止めれるんかな。でも私はめんどくさいで、片面ハトメのハトメしか使うつもりはないんやけどね。両面ハトメ持ってるけど。持ってるけど。なので、どこも使うので準備しときます。ハトメはまだ出してないな。金色にしようかなと思ってます。では続きはね、こっちのペーパーをね、貼っていきたいと思います。ちょいと待ってね。ここにちゃんとね、印つけといて。ちゃんと芯入ってて、ね。よし。しっかりね。はい。で、貼るのに自信のない人は、実際のこの面のサイズよりも、縦も横も5ミリずつ、だいたい5ミリずつちっちゃくすると、まあ、端にね、2、3ミリの間が組んで、こう、隙間が。そうすると、ね、多少歪んでても、ずれてても、ずれててもって、思いっきりずれたらあかんけど、ちょっとぐらい歪んでても、ちゃんと貼ってあるっぽく見えます。なんならこういうね、角丸持ってる方は、角も丸くすると余計に歪みが目立たない。持ってない人はハサミでね、ちょいって丸くすればいいと思います。私は最近丸くしないのにハマってるんで、角をね。なので、全部、この、厚紙を切ったサイズ、通りっていうか、気持ち、ちょっとちっちゃめに切ってます。まあ、はみ出さないようにみたいな感じかな。うん、で、やってます。ちゅうことで、蓋からいくかな。蓋、ここに貼っていきます。老眼鏡、それ見えやわ。よいしょ。ちゃんと止めてしまえば、そうそうめちゃくちゃずれることはないです。どうしようかな、ちょっとのりちょろっとだけ塗っとこうかな。逆やと
で、先にね、両面テープ外しておきます。いつもやとね、こっちに塗っとると思うけど、この塗りにくいで、こっちのね、分厚い方にね、ちょっと塗っときます。真ん中らへんはしっかりくっついときゃいいっしょ。という感じで。で、貼りますと。ブーってとよいしょ。そしたら、まあ、しっかりね、四隅もね。で、この、こういうとこもね、こう、こう丸いのね、とんがとんのはあかんけど、ちょっとこう、押さえとくと、ペーパーがちょっと角が丸くなって、触りが良くなる。触りっての、うん、なります。で、次蓋のね、向き的にはまあ、分かってると思うけど、ね、こっちが上で、こことここはね、絵があったら好みでいいと思うけど、こことかこことかここの向きは間違えないように。今回はね、絵合わせしてないんで、私は気にせずに向きだけ気にすれば貼れますよいしょ。あ、押さえとった。すでにね、貼り付けるところを押さえとった。なんでこの、あ、ちょっと待って、ような気がする。どうしよう。おりゃ。こうしてみる、見た方がいいかな。ちょうど真ん中ぐらいに来れば嬉しいよと。よいしょ。ドキドキするな。これね、貼るときね、ちょっとずれるとね、ずれたって結構分かっちゃうもんでね。よいしょ。うん、まあ、これはもうね、この幅狭いんで塗らないです。なんだっけ、これね、逆にめくって塗る方がこの紙をね、曲げてしまいそうなんで、よいしょ、手から離れてなかった。こうね、貼り付けると、ちょっとこっち寄りやったな。あ、ここはいいんやな。ちょっとこう斜め気味になっとる。下手くそやでしゃあないな。なかなかね、こうやって曲げて、ね、多分狙って貼った方が綺麗に貼れたかもしれやんね。その真ん中っていう意味では。でもなかなかね、こう宙に浮かせてあるっていうのは難しいでね。私はそんなにうまくないので、よいしょ、あれ、それ、あれ、ちょっとごめんなすって、よいしょ。で、背中どっから貼ればいい、だいたい厚紙が貼ってあるあたりを狙って貼っとるつもりだけどね、それでもずれてしまうし、これは面が広いから塗れるんで、塗りここに、よいしょ、ちょっと塗っときます。ガチャンよめんテープ外すの、そうだった。急げ急いどるわりの、急げてない、
あの貼ってからに取ってもいいんやけどね。これよいしょってよいしょって言いながら、立てればいいよ。よいしょ。うん、ね。ここね。うん、あ、これにさっき言っとった注入ガスっていうのはね。こういうふうにね、こう持って位置合わせすると、これの真ん中ら辺を狙えるっていうのをね、あ、ちょっと待って、ちょっと長いとだ、よいしょ、こう見ながら、見えとるかな、こう見ながら、うん、くれやんし、よいしょ、この辺かな、いいかな、あとは切ってっていいなって思えたら、うん、よいしょ、この辺やね、よいしょ、あー、ちょっとないか、ちょっとずつね、ちょっとずつね、引っ張って口にずらさんように、こんなもんか、ほいと貼って、あとは、うん、端っこと、こっちの端っこちゃんと、よいしょ、立て立てが取れやん、よいしょ、は真ん中っぽくなったかな。なんかゴミが一緒に枯れてしまったぞ。そればっか。わかるけど、パッと見分からへん、パッと見分からへんって言うんだよそういう性格だしこれはこう貼りたいって、うん、よいしょ、うん、私、スタートしたよねスタートさせたかどうか、ちょっと待って、わずかに下のがずれとるよ、はみ出しとる、ちょっと待ってね、どうしようかな、どうしようかな、うん、ちょっと切れとんやけど、手に見えとるのはあかんよな、さすがにな、さすがに、大丈夫な、ちょっとね、ここの端が表から見えとった、よいしょ、
斜めっての見えてないよね。よしよし。ふうふう言いながらね。そしたらこっちが上やでやな。こうだね。手にゴミがちょっとだから。ちょっと画面から切れとくんですけど、合わせてるだけなので気にしないでください。よいしょ。いい感じ。よいしょ。ほい。向き変えて、スティックのりで。あ、ちょい待ち。ちょい待ち。もう先に外しとく。よいしょ。よし。よいしょと。で、スティックのり。ぬり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 ぬということで、こういう感じかな。こういう感じになります。じゃあ次玉紐を作ろうかな。で、玉紐はここにね、なんか合いそうな、まあ私はこのチェックのあんまりをね使って、これはがきヨレヨレになってるけど、はがきです。で、玉紐、よいしょ、サークルパンチ、多分これ竹さんのも 2.5 やったかな。あー、ちょっと出せやんな。すぐ出せるとこにおるかい。いで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 、あ、クマ型が出てきた。この子ちょっと溶けよう。すぐあそこのテーブルの下に置いたんだけど、なかなかにいっぱい重ねて突っ込んであるもんで、ちょっと出せやんもんだね。骨入ってる？入ってないよ。ああ、あったあったあった。どれかな？これかな？これ違うな。これは？これ違う。サークルパンチがないぞ。あった。いで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 。パンチ持っててね。これがサークルパンチで、穴から見ると多分一緒ぐらいちゃうかな。多分こっちも 2.5、 サークル 75%、 意味わからん。測れ測れ。2.5 やね。これがこれたけさんで、これがカーラクトっていうので、こっちもね、こうやってピッと押すだけやし、こっちはこうやって押すんやけど、意外にね、これこの紙やったらそんなことないけど、はがきもそんなきついことないと思うけどな。ちょっと試しにちょっとだけ試しに、よれよれの方、よれよれ、こっちがよれよれな。どうやろうな、硬かったかな。あ、そんなことない、軽くできたわ。全然こっちの方が多分安いと思います。くれたけさんの方が多分同じサイズちゃうかな。今から実際に使う方、穴開けていくんやけど、ボンって
分一緒じゃないかな。ね、サイズは一緒ですね。はい、で、よいしょ。この辺、この辺に、これの位置ぐらいで、この辺にね、来ると思うで、この辺にちょっとチョコラ貼ります。ハサミ出とる、ハサミ出とる。あーりー。暴れとるし。ちょ。で、よいしょ。まあ、こっちの方はね、力が入る。紙だけでね、これだけやったらええけど、これ重ねるとどうなるか、わかりませんからね。で、一応、スティックのりよりもボンドの方が剥がれないんで、ボンドで私は貼ります。だいたい穴開けるだろう位置にね、こうやって適当にボンド塗って、で、この辺にね、ビショッと、ちょっとこうグリグリってすると、ボンドがね、筋がなくなると思うから、固まる前にクリクリと動かして、はい、こんな感じでやります。で、これでもちゃんと伸びるかな。やっぱちょっとまだボンドのシワシワ感があるな。これが嫌なんよな。しまったな。シワシワ感が出てしまった。自分でグリグリして、デコボコになったけど、まあそれが味ということにしとこう。勝手に、ね、味っていうことにして。よいしょ。あ、もうね。あのね、これの方が力入れれるで楽。楽は楽。あ、これ別売りですけどね。あ、なんかブリブリしとるな。どっちだ、こっちだ、こっち同じ位置をね。で、こっちにね、あの、よいしょ、強力布用強力両面テープ、だいたい真ん中あたり、適当にね、こう、あの、多分これまでここに貼って、あ、こっちか、抜こうと思うとかなりこっちじゃきつい。私多分痛かったような気がする。痛かったと思う。できたかな、記憶にないな。すぐ記憶にないっていう。よいしょ、この辺やな。で、まあ、適当にとりあえず貼っといて、結構ね、これ強力にしっかりついてくれるので、僕はもうこんなん貼らずに、あのボンドでね、直に、あの、貼り付けてください。あの、作り置きしたい人はね、こうやって両面テープに貼っとくなり、なんならもうボンドつけずに置いとく、もちろんね、何もない状態で置いとくとかね、どっちでも好きな方で。私はあの、これ、貼り付ける方が好きやもんで、ただね、貼り付ける方はね、たまに取れる時がある。ならボンドで貼りやったんですねけど、ボンドやとさ、ちょっと置かなかんや、乾くまで、まあ、ちょっとねけど、それが嫌でね、両面テープで貼りたいもんで、布用強力両面テープを使ってます。よいしょ。たらこれとこれね、よいしょ、ややこしい、このこっちとかね、まあこれもいらないわ、ちょっと後でよ、出してなかったこれ、もう荷物が横でめちゃくちゃ乗ってる、よいしょ、スカーツが、なんでこんなになったの、私のどこが、よいしょ、邪魔よ、あ、それでも邪魔やな、持たれてくる、邪魔よ、よいしょ、ほんでな、で、アトミちゃんを出します。どれにしようかな、あんまキンキラキンキラ光ってんのかな、
もうキンキンキラにしとくかな今日。キンキラキンキラ。これがね片面ってやつで、このこっちのね輪っかのない方っていうか、あのふにゃって開いてない方、こっちのね先がギザギザになってます。割れるよ。両面っていうのは割れてないし、もう一個丸っこい輪っかがついてます。まあ知ってると思いますけど、ね、私は知らんかった。ちなみにかなり最近見てうまく止めれやんと思ってたら、両面で綺麗に割れてくれやんくて止めれやんかったっていうね。でちょっと待ってね、これの真ん中をちょっと印がつけたパンチを開けるのにね、よいしょ、ちょっとちょっとついてこらんといて、もうそういうね、この辺で、あ、戻せると、多分この辺やで、この辺よね、多分印つけといて、でちゃんと向き合わせて重ねて、よいしょそしたら、こっちでね穴開ける、よいしょ、ちゃんと揃えて穴にねこう通して、なかったの普通のこういう櫛っていうパンチね一つ穴でも二つ穴でもいいんで、それで開けてくださいね。これほんと苦手でさ、何が苦手ってさ、真ん中に多分開いてないよね、いつも。なので絶対ずらせるやんのよ、こうやって。もうこっからはずらすとさ、もう絶対下の白いのが見えるみたいな。で、あとは止めちゃうんで、よいしょ、はい、グッとね止めちゃうと、とこういう風に止まります。これでね、あの玉ひもの玉玉の部分は終わりで、玉って言うんかな、みんな分からんけど勝手に玉よとって、ね、まあ、でも玉と紐で玉紐ないで玉の部分やね。で紐はまあこう、あの100均の毛糸売り場の、ね、これダイソーさんね、レースやん、つい最近買ってきたこういうピンクね、こういうピンクだけど、どこや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 、あ違う違う違う、あったあった、全然違うとこから表意、あ、それいいや、これ10位ピンクだけど、よいしょよいしょよいしょ、こんなもんかな。で、まあざっくり、おお、ざっくり長さ知りたかったら、まあここでね玉ひもよいしょ止めるとしたら、グリッとして、あの余分にあるな、大丈夫やなと思ったら、切れるハサミよいしょピンと切ってもらって、ちょっと長めにしてます。あ、チャーム用意するの忘れた。ゆっくりもたもたしよう。ゆっくりもたもたってどういうことで、あ、ほんで、あの、普通に半分に折ったやつを、ここにね、よっこらしょと、通します、はい。で、一応ね、ほどけないように、こうね、駒結び、よいしょ。にょー。駒結びにします。シュシュシュ。よいしょよいしょ、こんな感じで、今一回だけけど、もう一回結ぶけど、もう一貫といて、よいしょ無理やり押さえるという、なんかで押さえとったら楽やね、絶対ね。こんだけの重みでもあるとないと、じゃあ、ね、ついてくるついてくるの違いがあるんで、よいしょ、こっちじゃない、こっち向いて、そうそうそう、うん、と駒結びしたら、はい、紐の出来上がり。あとはこれ剥がしてペッとあったらいい。あとはってか。で、まあ今まだチャームね、あの実際にクリクリってして、あのチャームどこにつけるか、すっごい声、あの決めるんですけど。え、こんな感じでやってます。あ、なんか赤もあってもいいかな。これ赤あんのかな。なんか薄いピンクと黒と白と、グレージュみたいな茶色と、あとパステルのやつ買ったんだけど、他にもこんな感じのね、レースヤーンシャープ20とかな、ね、これちょっと作った玉ひもね。でもう一個これ同じの作れば、あの、だいたいこういう風に
こういう風に留めれるね、玉紐になりますということですわ。で、詰まってる。おっさんみたい。この子はもうここに入るって、この子は今ね、違いたいでこっち側を。はい、次中の蛇腹行こうと思います。どうでもな、もう30分いっとんな。じゃあ一旦ここでね、玉紐と外側ハリハリで一旦終わりたいと、一旦というかもう今回は終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。